スペースビズ編集長の太田です。宇宙ビジネスに効く名言は、宇宙産業の発展のために各業界で過去に偉大な実績を上げてこられた方の名言を一つご紹介します。今回はウォルト・ディズニー編です。多彩な活躍がありますが、ミッキーマウスの生みの親であり、ディズニーランドの創設者として有名な方です。名言は、一匹のネズミから全てが始まったということをいつだって忘れないでほしい。この名言は、アイディア一つ、小さなところから始めて限りない発展を目指す教訓になるのではないでしょうか。宇宙ビジネスは大きな資金を必要とするケースも多いのですが、必然とリスクも高まりますので、夢をキーワードに小さく始めて大きくする、商いの原点に立ち返ることも必要かもしれません。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。上にマーク出てると思います。お願いします。